はい、じゃあよろしくお願いします。え今回は高校受験対策の終シリーズ第94弾やっていきましょう。で、問題8問嘘、9問 <laughs> ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますので、お待ちください。よっ。よっ ほっちょっとずれだこれでいいかなよしじゃあ参りましょうでまあちなみにまあ皆さんね見てる時期はもう2022年とかまあその後に見てる方もいると思いますが今2021年の12月31日なんですはい2021年の撮影納めなんですこの動画がなのでちょっとねいつもよりテンションちょっと高くいきますがよろしくお願いします ではまず1番からいきましょうだから普通にねシンプルな掛け算の問題まあマイナスとプラスの掛け算なので答えはマイナスになりますとで3515でマイナス15これで OK で2番はこれ皆さん見た時ちょっと不思議に思わないかな私これすごい不思議だったんですよだって見返しましたもん2度見3度見したもんなぜかってここマイナスじゃないんだっていう。 わざわざカッコをつけているので、まあミスを誘うためにここにマイナスにするパターンが非常に多いんですが、まあプラスなんですよね。なので、これ言ってしまうと、こう外しちゃっても問題ないんですよね。これと同じです。まあ、あえてこう外します。まあプラス1を配ってると同じですね。で、X がくっついてるのはこの2個です。で、これを足していくんですが、分母が2と5で違うので、通分していきます。で、まあ2と5なんで10分の2通分質量があるから、えっ、ー、と、こっちでいいか。 10分の、こっちは 5x ですね。で、マイナス2。で、こっちが10分の 2x。これも通分しただけです。で、x 同士。つまり10分の5プラス10分の2になるから、10分の 7x。で、あと普通にマイナス2とマイナス1。くっつけてマイナス3と。これで終了でございます。 いやすごい不思議だったんよねこれね <laughs> 個人的にねで次の問題いきましょうでこれはまあ自分がよく言う一気にやっちゃおうぜっていうやつまあ一個一個ねここの計算割り算をやってその答えとかけ算をしても全然出せるんですけど一気にやらせてもらいますまずプラスマイナスプラスマイナス一個しかないので答えもマイナスになりますで長い分数の棒を書いてまず最初のこの子え X y 乗上にきます 割り算の後ろの子は下に来ます。で、符号のマイナスは今処理したって書いてあるので問題なく 8xy だけ書きましょうと。で、2x、掛け算の後ろは上に書くので、こう書きます。で、あとは一気に約分していきましょうと。x と x。で、y1 個で、y2 個あるからね。1個消して1個に戻しましょう。 8と24で3が残りますと下は全部消えました1になって残ったのがマイナスと3と y と 2x かが残ったから全部掛け算するとマイナス 6x とこれで OK ですねあ嘘嘘嘘。<laughs> え、そそ 6y だよね失礼 OK じゃなかったマイナス 6xy これで y がいましたね で、次の4番です。これちょっとやっ,やっかい、とかちょっとめんどくさいんですよね。ここの括弧の部分が、まあ無理やり公式使うこともできるんですけど、まあ多分全部掛けでいいかなと思うので全部掛けでいきます。えー、ここと、ここ、掛け算して、プラスルートにもここと、ここに掛け算していきましょうと。ルート3と2ルート3、掛け算すると、まあよく出てくる。ルートはね、同じものを掛けると2乗になるんで、ルートが外れます。つまり、ルート3とルート3、掛けると3になるんですよ。 で、もともと2がここにもいるから、これとこれ、掛け算すると6ね。6。ルート3とプラスルート2、掛け算すると、え、プラスルート6。ルート2と2ルート3、掛け算すると、2ルート6ね。このルート2とルート3でルート6になるからね。で、ルート2とルート2は、同じものなんで、ルート外れで2になりますと。で、あと、ここ。分母にね、ルートがいますので、有利化をしたいと。つまり、 ここのルートを上と下にもう一回かけてあげます。そうするとここがルート2乗になるのでルートが外れて6になる。そうするとここは約分ができると。だから残るのはルート6だけなんですよね。こうなります。もう一行いけるかな。じゃあまとめていきましょう。まず6足すにすると8、ルプラスルート6、2ルート6、ルート6足すと4ルート6となって。 で、これで終了でございます。ちょっとね、計算ミスをも誘ってる感じはありますよね、ここは。いいかな。では、5番参りましょう。で、ここはね、納得なのよ、ここマイナス。こういう感じでミスを誘うことが多いんですが、まあ、普通にね、展開の公式、まずここは、公式使うと、x2 乗、マイナス 6x、プラス9です。これ公式ね。 で、後ろが注意で、ここも x プラス4、x マイナス4なんで、公式使うと x2 乗マイナス16になります。ただし、このマイナスね、こいつが厄介で、こうやっちゃうとミスですね。これでまあよくミスを誘われると。こうじゃなくて、ここ、この部分は一つのこう、塊なので、こうしなきゃいけないんです、こう。まだ塊ですよって、いうふうに置かなきゃいけない。で、そうすると、マイナスを配る必要がある。 分配法則でだから配ればこれは x 2乗なんですけど後ろもこうなります配るからね、まあ、ここが一番よくミス出るところでこれ約分,約分じゃねえや消えるから残ったのが −6x プラス25とこれで終了ですいいかなで次6番はすごいシンプルこれ因数分解しなさいなので えー、かけて、プラス12。足して、マイナス8の数字のコンビを探します。そうすると、マイナス6とマイナス2ね。マイナス6とマイナス2のこの数字のコンビが、かけて、プラス12。足して、マイナス8。で、見つかったので、あとはそれを入れるだけです。x マイナス6。もう一個、x マイナス2と。 因数分解しなさい。なので、これで終了ね。これで正解となります。これ、括弧逆でも大丈夫です。では、何番なのかな7番いきましょう。えー、底面が正方形。こうしたら正方形です。BCDE ね。で、それの正四角錐がありますと。で、この正四角錐の直線 BC。ここですね。こいつと、ねじれの位置にある直線を全て書きなさいと。 で、ねじれの位置に関しては、覚え方はですね、平行と、交わるもの以外という覚え方をしてください。つまり、今 BC が主役ですよね。このこと平行なものはまず外れます。ねじれじゃなくなります。あとは、交わるものです。を外していけば消去法で消していけばいいんですね。で、まず、下が正方形なので、奥の DE。 正方形で綺麗な四角だからさ。あ、すね。だから、BC と DE は平行になってますよね。こういう感じで。だから、あいつはダメ。平行だから。あとは交わってるもの外していくと、例えば CD、ここで交わってますよね。だからこいつもダメ。AC もここで交わってるからダメ。えっ、ー、と、AB もここで交わってるからダメだし、EB もダメですよね。で、こんな感じで残ったのは、向こうの斜めか。AD と AE が。 残ったのででそれが答えで直線をすべて書きなさいと言っているのでちょっとね答え書くきめんどくさいですけどちゃんと書きましょう直線 AD と直線 AE と。でちなみにですね本当はちゃんと覚えるんだったらこの「交わるもの」のところに伸ばした時にも交わるものというふうに覚えた方がいいです。 あんまり受験問題では出てこないんですけど例えばこの四角下の部分が五角形とかになった時これね五角形の図書くのねちょっと難しいんだけど2がどうしようかな23ちょっと待ってね五角形でえー、っとここね本当はこう円と五角中とかになってると思ってくださいただこいつが主役になった時にこの子交わってますよねこの子交わってるじゃないですか で、この子とこの子交わってないし、平行でもないんですよ。だからねじれじゃねって思うんですけど、この子たちダメです。これねじれになりません、この子たち。でなんでかっていうと、まあ、同じ同一平面上って言ったりもするんですが、同じ平面の上にあるとさ、伸ばした時に、ちょっとごめん、当たっちゃうけど、伸ばしたら交わるでしょ。ここも、ピー、ピーって伸ばしたら交わるじゃん。伸ばした時、つまり直線で考えるからね。 直線で永遠にグイーンって伸ばした時にどっかで交わるんだったら NG なんです。ねじれじゃない。じゃあなんで、さっきね、あ、なんでじゃねえか、ごめん。ねじれないって話だった。いいかな。平行と、実際パッと見た時には交わってはいないんだけれども、延長した時、その直線を伸ばした時に交わってしまうものも、ねじれから外れますので、そこは気をつけてください。いいかな。ちょっとまあマイクがね、ずれちゃった。失礼しました。 じゃあ次行きましょう。8番。えー、っと、高度が100メートル増すごとに0.6度ずつ低くなる。気温がね。マイナス0.6していきますと。じゃあ、地上の気温が7.6の時に、地上から2000メートル上空の気温は何度ですかって問題。100メートルごとにマイナス0.6って言ってるから、じゃあ2000メートルはって言ったら単純に20倍ですよね。20かければいい。だから、こいつにかける20をすればいいから、えーっと、 マイナス出てま1.2かあじゃあ12かごめんなさい12度ね合ってるよねあ6度合って,ってるマイナス12度すればいいとだから2000メートルまで行くと地上よりも12度下がるんですよねで今地上が7.6度スタートって言ってるから7.6からまあ12を引けばいいでしょってつまりマイナス4.4度まあこれで終了となります。 さあ、ラストいきましょう。まあ、これはですね、えっ、ー、と、中央値の問題の中で王道なんですが、割と苦手な方が多いイメージがあるので、今回ね、使わせてもらいました。で、ざっくり言うと、今、13人かなのハンドボール投げの結果が、バーンって並べてくれてます。ちゃんとね、親切にちっちゃいから並んでくれる、並んでくれてると。で、ここに、太郎さんの記録が入ってきます。で、太郎さんの記録がいくつか分かってないんですけど、入ると、中央値が1メートル大きくなると。 入るとね。じゃあ、太郎さんの記録いくつでしょうかって聞かれてる。で、まず、この13人の段階の中央値どこだって考えます。今、13人です。奇数人数の時は中央値が簡単です。なぜかっていうと、ど真ん中が決まるから。ちょ、っと一応やってみようか。ど真ん中ね。はじこいくよ。1、2、3、4、5、6、お前ってことで、この子中央値です。これが、 13人の時の時中央値26ですねだから太郎さんが入ると中央値は27になるはずなの。ですよね。そう言ってるか 1m 大きくなるあ長くなるって言ってるからね。じゃあ太郎さんいくつになればいいかなって考えるんですけど例えばよ。 太郎さんが、じゃあすごいね、ちょっとハンドボーナが苦手で、こっちの方に入ってきましたと。そしたら、例えば太郎さんこの17とかにしようか。ここ。に入ると、中央値どこかっていうと、14人っていう偶数人数になるんで、間が決まりません。この子とこの子の間ってタイプになります。いきます。1、2、3、4、5、6、25と27が7になるから、この子の間の数字になります。中央値は。 25と26の間だから25.5になるんですね。なりませんね。だからこっちの方にはいないと。じゃ逆に大きい方にも考えてみようとやってみます。消しますね。じゃあ、太郎さんも33にしよう。ちょっと長くなりますけど、付き合ってから大事なとこなんでね。いくよ。1、2、3、4、5、6。26と29の間になります。これなると27.5か。ってなる。なってないんですよね。なってない。 だから違うと。で、実は、こういうタイプの問題、ほとんどが、太郎さんの記録が中央値に関わってきます。つまり、このもともと26って数字の、こっちか、こっちに入ってくるんです、太郎さんが。そういうものが多い。で、なんでかっていう例えば、じゃここに入ってくるじゃん。入ってくると、中央値が25と26の間になるんです。1、2、3、4、5、6、7になるから。 タロウさんの記録と26メートルの記録の中央値になる。でも、例えばタロウさんが26って取ったとしても中央値は26なんですよね。同じ26と26の間は26だから。タロウさんが25って取ったとしても25と26の間は25.5だからならないわけよ。でそその前にタロウさんの記録入ると中央値大きくなるから、タロウさん右に,いなきいない右にいなきゃいけないのよね。だからこの青ゾーンにいてほしいと、ここ。 つまり、太郎さんの記録をちょっと X って考えます。考えたときに、その中央値が27になればいいと。じゃあちょっと書き出そうか。26と太郎さんのまあ X。X になくていいか。丸にしとこう。で、ここの中央値が27になればいい。で、ちゃんとした計算の仕方はあるんだけど、これ、ここがいくつになればいいかって言ったら、28多分分分かる方多いと思うんですよね。こうすれば。なぜかって26と28の間って27だからさ。 だから、こうなれば、太郎さんが28メートルを取ってくれれば、中央値が27になりますと。つまり、答えは、28メートルでしたって、こうなります。でね、今は、まあ、数がね、分かりやすかったんで、28じゃんってわかるんですけど、もし、ちょっとね、まあ、数が、今回は厄介じゃないですけど、厄介だった時のやり方を言っておきます。それは、 中央値の出し方って、今この二人の記録が大事ですよね。この二人の記録を足します。26足す X。それを2で割ります。2で割る。で、それが中央値になります。求め方っていうのは。いいですか二人、大事な二人の記録を足して2で割ったら、その中央値になる。これ解いていくと、両辺2をかけるので、こう54になります。で、26をこっちに持ってくれば54、54-26なんで28になる。X は。 ちゃんと式を求めるんだったらそうやってください。ですけど、今回に関しては太郎さんここにおるやんって。お前の記憶関わってくるんでしょって。じゃあ、26。この人と太郎さんの記録の中央値を考えればいいから、並べてみると、あ、お前28になっちゃダメでしょじゃあ、28ですよねっていう。この流れで大丈夫ですし、基本的に公立入試で大問1とか、その基礎問題のところに入ってくるこのタイプの問題だったら、ほぼこれでいけるから。いけます。 その入ってくる人の記録が関わってくるようになってるから、まあ、こういう感じでやるんだっていうのをぜひ覚えておいてください。では、え今回はね、高校受験対策の週シリーズ、第94弾やらせていただきました。まあ見てる時期はね、皆さんにとってバラバラだと思うんですが、ひとまず、え2021年本当にありがとうございました。2022もね、変わらず動画撮っていきますので、ぜひね、次回の趣旨も、趣、ま、旨、あ、以外のね、受験対策とかもぜひ受験勉強のお供に使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。 あの人